皆様こんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつも本当にありがとうございます。突然ですが、皆さんにご質問です。事業所の、壁飾りや天井の飾りはどうされていますか？職員として働いていた私も、皆さんの気持ちはわかるんですけれども、なかなか対策を作る時間がない。お客様の、作品を飾ってあげたいけれども、なかなか、ね、飾れる作品を作ることができない。あるいは定期的に、飾り物を作るのはすごく大変ですよね。今日はそんな、お悩みにお答えして、事業所内の壁飾りのご提案です。その中でも今日はタコ、あげるタコですね、についてのご紹介になります。まずは、A4 の紙にこのようなタコの形をかたどったものをご用意していただきます。真っ白な紙に自由に絵を描いていただけるようなお客様が多い場合にはそれだけで十分です。塗り絵が好きなお客様が多いところは、このように白黒のものをご用意していただいて、いくつか種類をご用意して、好きなように塗っていただくのが、まず、最初になります。で、塗ることが難しかったりとか、あるいは、意図的に何かを入れたいという場合には、このようにカラーで印刷されたものでも構いません。季節感のあるものなどを取り入れるといいと思います。先ほどの A4 の紙の周りをこのタコのラインに合わせてカットしたものを使います。続いて、ストローをご用意いただきたいんですけれども、このように、紙に入っているもので、曲がるものですね。曲がるストローのものもあれば、これ透明でちょっと見づらいんですけれども、曲がるところがついていないストレートなものがあると思います。今日ご紹介するものについてはどちらでも構わないんですけれども、横の長さ、タコの横の長さによっては、この曲がるストローですと、先ほどカットしたんですけれども、分かりますかね、この曲がる、この伸びるところ、ここのギリギリのところになってしまったので、今回はまっすぐなものの方がいいかもしれません。まあ、事業所によって考えていただければと思います。で、タコの横の部分に合わせてストローをカットして、これをセロハンテープで留めていきます。2箇所ですね。で、さらに、尾の部分をなんですけれども、今日はお花紙でご用意しましたが、お花紙でも折り紙でも構いません。このぐらいの太さと長さのものをご用意いただいて、好きな色をお客様に選んでいただきます。そして、タコの尾の部分にですね、これを貼り付けていきます。そうすると簡単にタコが完成しました。で、これのいいところはですね、このように紐を通して横に、紐見えますかね、紐を通すと横並びに飾ることができるということです。もう一つの利点が、このように、紐を通していくと蛇腹に折りたたんで、コンパクトに収納することができるということですね。ずっと飾りっぱなしというわけにもいきませんので、そのような使い方をおすすめしております。で、アレンジとしては、よく運動会なんかの時期に万国旗をお客様に作っていただいたりすると思うんですけれども、このように、万国旗を A4 の紙に裏表になるように、折りたたんで裏表になるように印刷していただければ、真ん中にストローを入れると、連続してつなぐことができますし、コンパクトに折りたたんで収納をして毎年使うことができるようになります。今日は事業所内の壁飾りの中で、タコ作りについてのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。